ペヨネッタ。こんにちは、ベンジです。今回からベヨネッタ2というゲームをやっていきます。2014年任天堂セガ、Wii U で出たゲームです。去年の、結構近い時にベヨネッタ1をやったんですけど、それがちょっと面白すぎて、ちょっと2をねすぐやりたいってことで、じゃあやっていきましょう。そんなのあんの？オンラインで他のプレイヤーと共闘。へえ。はい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 。ちょっと一回設定見ます。OK。操作方法分かりました。じゃあ行きましょう。なるほど。まあ、セカンドクライマックスで行きましょうか。ジャンルとしてはクライマックス。アクションとか言ったかな、確か。なんかもうずっとクライマックスみたいな感じね。あ、ここで動かせるんですよ、これね。そのうちベヨネッタがここに来てパンチとかキックとかここでできるっていうコンボをね確認できる。おおおおおお、光と闇が生み出す無限の時の世界で。あ、ちなみにベヨネッタはね、魔女ですよ。あー、はいはいはい、ベヨネッタの胸についてるアクセサリーね。わあ、あー、時止まってる。あ、ジャンヌとベヨネッタが戦ってるとこだな、天使と。そう、ベヨネッタがね、短髪になってるんですよね。短髪もね、似合うね。長い方が好きだけど。で、ここでチュートリアルができると。英雄の伝説、よし。世界の始まりで、なんか一定の攻撃をやると、誰も知らない現象、紙を使って、それがある争いがドーンとこう三つの世界が分かる。なんだっけ、ウィケットウィールを出せる。そしてこう、その混沌の世界。あ、全然聞いてない聞いてない、ちょっと聞いとこ。この人間界、やがて3つの世界にそれぞれの統治者が誕生した。もちろん、ほうほう、この人間界、その統治者、英氏。あ、ジャンヌ出してる。よし、いいね。もう最初からクライマックスですね。あ、バイク。うわ、え、ロボットだ。何ですかそれ。天使は山の頂上から長きを待って静かに下界を見守っている。メカデザインすごくいい。彼の観測が実証。こういうずんぐりしたロボットいいですよね。観測あるがゆえに世界はその存在を認める。つまり観測者たる彼だよ。よく聞いとかないと。世界を創造する神の力そのものだ。だが自我を持たない未熟な人間たちを、自らが持つ世界を司る力を2つに、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の右目、闇の左目。ああ、はいはいはい、光の右目、闇の左目、あったね、前作で。うわっ、真っ二つ。生き物だね、それ。それ天使か、今乗ってた。わあ、でか。霊神の神の二者に分かれて持つこと、人間たちに選択の概念が生まれた。世界を確定する二つの神、人間たちは自らの道を選び、自我に目覚めていった。かくして我々人類、考える足となった。我々？偉大な。これ喋ってるの人間だな。踏み出して神の目を受け継ぐ創造主として。あ、常にウィケットウィーブ出る状態になってる。ここでの働きがリザルトに影響するかどうかはちょっと分かんないんだけど、なんとなく倒しておきますよ。かっこいいね。
天使は、こいつ、あ、ルーメンの賢者なんだね。まさかね、生き残りがいたなんて聞いてないわ。アンブラの魔女とルーメンの賢者ね。強そう。わお。相当強いね、こいつ。おしゃべりはお嫌い？私が会った賢者はおしゃべり好きな男だったけど。イケメンだね。女か？現代。あら、パピー。パピー生きてたの？あ、死にそう。お前を逃がしはしない。共に果てることが私の使命なのだ。あ、それメガネだね。あら、お前は約束を果たしてくれた。ありがとう。そしてさらばだ、我が娘よ。パピー、 あパピー、メガネも一緒に。だがその賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた、うん、最後の賢者の命とともに。最後の賢者ね、さっきいたけどね。終焉。そしてこれが今のやつかな、終焉。終焉から始まったんだ。なんて書いてんの、混沌の世界って書いてんのかな。じゃあ行きましょうか。スタート。誰だ今の手。あれ、ここまだいない。あらあら、もう出てくると思ったのに。コンボの確認をしたい。ここで動き回るのね、結構楽しいんですよ。うん、ああこのコンボ使えるなとか、ここでね試せるんですよ。なんか DNA 構造みたいなのがこう流れてるけど、あ、完全に現代。クリスマスですね。アメリカだね。セガニンテンドー。プラチナゲームズ、チームリトルエンジェルズ、プラチナゲームズの中のチームかな。ユージ・シモブラ。ユースケ・ハシモト。不安の声が高まる中、一刻も早い解決が望まれます。CM の後、各地の被害の様子を詳しくお伝えします。こいつって、あ、やっぱりなんつったっけな。ちょっと、なんなんだよ。次は靴を買いたいの。ベヨネッタの友達ね。行きましょう、エンツ。あ、エンツの、エンツ。俺の買い物に勝手についてきたやつが、なんでいつの間にか俺に荷物持ちをさせてんだ。いい加減にしろよ、ベヨネッタ。かっけー、ベヨネッタ。だいたい何足靴買ってんだ。お前はタコかっつんだよ。ちょっと。あら、そんな口聞いていいの。この間の仕事、タダで引き受けてあげたわよね。早く片付けてくれないと吊るされるって泣きついてきたのは誰かしら。かっこいいおばさんだね。貸しを作っちまったぜ。仮にも司祭として神に仕えてるやつが、裏じゃ天使様を片っ端から地獄へ送り込む魔女だってんだからな。たっ、冗談じゃねえよ。説明してくれて。歩くの早いって、おい、聞こえてんのかよ。うわ、ねえ、お前、魔女ってな、死んだらてめえも地獄に引きずり込まれて一生苦しみ抜くって話やねえかよ。そうだね。
そんなやつ、殺す気どもの仏の始末はしてるか。傑作だね、まったく。ダメ。どこ見てんだ、ボギー。あ、すいませんね。罪滅ぼしのために惨めに死んだ人間を弔うなんて柄じゃねえだろ。終わったわよ。さあ、帰りましょう。まだ増えた。ちょっと待てよ。今日は俺が買い物に来たんだって言ってんだろうが。おめえのせいで俺はまだ何も買ってねえんだからよ。何を買うの？さあね、おめえに余計なことを教えたらろくなことになんねえ。車でも呼んでとっとと帰ってくれ。ああ、来た。ジャンヌ。すげえ。かっこいいじゃん。ジャンヌ、最近見なかったけど、どこに行ってたのよ。ジャンヌも友達に。ちょっと調べたいことがあってな。セレッサ、最近妙な感じがしない。妙といえば妙ね。そう、ベヨネッタの本名はセレッサです。知らない情報屋が。私生活じゃ綺麗な奥さんや可愛い子供たちと幸せに暮らしてるなんて。うるせえ、余計なお世話だ。何がセレッサだ。おめえがセレッサなんて柄かよ。なくした記憶を取り戻してみたら、そんな可愛らしい名前だったなんてお笑いだぜ。まったく何しに来やがったんだよ。お呼びじゃないんだよ。気づいているとは思うが、天界の奴らが不気味なほど静かだ。メガネかっこいい。それに、それに下の連中もな。へえ。続いて明るいニュースを。なんだっけ、マダムバタフライ。いよいよ年に一度のクリスマスのデイパレードが開催されます。都市部では交通規制が行われ、パレードを楽しもうという人々ですでに溢れかえっています。空軍のアクロバット部隊、プラチナスターズによる航空機で行われる予定で、過去最高の人出が予想。ああ、惜しい。ジェット機、おっといけねえ。早いとこガキたちへのプレゼントを買わねえとな。なるほどね。それで詳しいことは後だ。先に帰るぞ。クリスマスパーティーの準備もお願いね。かっこいい。飛んでた。今度は帽子飛ばされなかった。さっきから言ってんだろうが、何度言っても分かんないやつだな、こいつは。ジェット機だよ、ジェット機。ほら、羽があって空を飛ぶやつだよ、ビューンって。飛ぶって言っても天使じゃねえぞ。あんな演技でもねえもんな、見たくもねえ。そんなじゃなくてよ、ほら、ガキが喜ぶようなでかくてかっこいいやつだよ。ほれ、ちょうど今空を飛んでるじゃねえか。あれだよ、あれ。わかったか。この店で一番でかいやつを頼むぜ。あれやってるから人気で売り切れてるとこかな。綺麗な箱に入れてな、クリスマスプレゼントだ。リボンも結んでよ。お、あるじゃん、そこに。おお、親父。うわ、リボンはいい。箱だけでいいから早くしてくれ。死んだろ。リボンついてきた。ついてないわ。一番のお気に入りの服。ああ。うわ。お、天使来た。あの中間の世界に入って入ると見えるようになる。下級三体天使アクセプタンス。久しぶり。あ、ドロドロ。随分と派手なことじゃね。それで世界に入ると。さあ、戦闘服になるか。すっぱだ。来た。
かっこいいね。そろそろ私にもやらせてくれませんかね。まだいっぱい残ってる。この戦闘機もベヨネッタが操縦してるってことよね。今来た、ついに来ました。タッチ操作はしません。ここで教えてくれると。次へ次へ、これかキック。今回はあれだね、フライミートゥーザムーンじゃなくてムーンリバーですね。ここではウィケットウィーブは出ないのか。これが好きだ、パンチキックパンチが一番手軽だから。あ、変わってる結構。よし、いいか、長押しで銃撃。これもね、持ってる武器によって効果が違ったりする。これ今鉄砲持ってるからこう鉄砲をこう打ってると。回避、はい。あ、これ直前で回避すると時を止められる。今できないだろうけど、なんで下手くそ。うい、これくらい直前だと時を止められる。あ、これよ。おい、でその間に叩き込めると。はい、よし、チュートリアル終わった。あれ、ウィケットウェーブ出ないじゃん。出ないな、出ないね。頑張るか。ヘイロー、これお金ね。よし、オーケー。なるべくねスタイリッシュに戦いたいもんですよ。結構簡単操作でねスタイリッシュに見えるんで。あ、オンボロだ。これだからチープなおもちゃは嫌なの。ねえ、もっといい銃欲しいね。やっぱりあの女に関わるとろくなことだね。チキシャ、なんでエンジンがかからねえんだ。あらららら、ロダン、あいつにプレゼントを渡してやるとするか。サンタクロース。ロダン。ロダンかっこいいんだよな。まさか冗談だろ。よう、エンツじゃねえか。こいつはね、もう悪魔なんです。人間じゃない。せいでな、店のつけを払う前に死なれちゃ困る。もうやけ。勘弁してくれよ。もうやっ。さあ。いい銃をそこでバッと投げるんだな。おお、車で、まだローン残ってる車じゃないのそれ。ウィッチウォーク。クリスマスプレゼントは来た。うわ、青い、かっこいい。ああ、こっちの世界にね放り込むために魔法陣書いてんだ。四丁拳銃、かっこいい。信じらんねえ。あ、いなくなった。ロダン助けてやれ、エンツを。そっちか。
ンタさんからのプレゼント、使い心地はどうかしら。よし、やっていこう。あ、魔力溜まるようになった。え、 L で必殺技そんなのなかったと思う。アンブランクライマックス、へー、うわー、来たー。リケットビーム出るようになった。よいしょ、敵すげえ柔らかくなったんだけど。よいしょ、よいしょ、なんかこいつ硬い。あ、落としたら死んねえのか。ちょっとまだ召喚やってないんだけど。お、結構ね、あれ出るんだ。なんかさっき QTE が。お、ジャンヌも来た。ジャンヌも飛行機調達してる。もうでかいの来た。トーチャーアタック。あー、よいしょ。鉄の少女か、ちょっと違ったか。あ、回復グリーンローレル、その場で回復ね。これはあのアイテムの回復もあるんですよ。だいたい色で分かる。全然魔力溜まってないけど。あ、トーチャーアタックやっちゃったかな。トーチャーアタック魔力使うんだけど、どっせい、どん、よいしょ。わあ、いた。食らってね、食らってる。あ、来た。アンブランクライマックス、ちょっとやらせて。これか、今出た。お、全部あれになった。髪の毛攻撃になった。なるほどね。前作では特定のボスでしかあの状態にはならなかったんですよ。いた。どこ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 。わお、安崎。どこ向かう？どこ向かう？こうか。電車？ああ、シルバーだよ。全然ダメ。ストーン、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナム、ピュアプラチナム、ベリーフという評価基準があります。痛いな、みたいな。これ時止められるか、ね、よいしょ、いた。アンブランクライマックス、いいね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 。なんだ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 、よいしょ。お、じゃあミサイル撃ってくれた。よいしょ、はい、ね、ああ、よいしょ、はい、ああ、いた。もう少しでクライマックス、クライマックス。あれ、ムービーになっちゃった。誰だ、うわ、ジャンヌ、大丈夫か。あ、優が、あ、ジャンヌ来た。パーティーの準備はもう済んだの？キャビオを忘れてな。戻ったらこのざまだ。二人でやるか。それじゃ、店が閉まる前に済ませましょう。いや、ほんと余裕ある、二人とも。うわ、
ガブってやった。よいしょ。よいしょ。二人で頑張ろう。よだれ倒す。開いた。お初期。よいしょ。もうマックスまで行ったらそっからならなくなったのか。前作ではねマックス超えてもまだまだ連打できたんで、もう虫の息だぞお前。アンブラン食らいます。ガブ、やれやれ、もう死んでるぞ。クライマックス。二人で蹴鞠でもまあ地獄か。オオカミかな。オオカミだ。どんなしてんよ。よいしょ。やっぱマックスまでいったらそこで終わりなんだ。ごちそうさまでした。暗いすぎる。どうした？どうした？どうした？え？あれ？え？滅びを食らうゴモラ。ゴモラっぽいと思ったらゴモラだった。ウルトラマンのゴモラっぽいよ。え、戦うの？なんで？うわ、霊体抜けた。うわ、死んだ。ああ、ジャンヌ。いや、ベヨネットもやばい。おいで、言うこと聞かないからお仕置きしてあげる。うわ、空中戦。いた。あ、自動追従してくれる。どっこいしょ。あ、よっしゃ。いすげえ体力あるぞ、ハッチ。クライマックス。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よし、これいいな。パンチ3つにキック2つで、3つ目もこれが出るから、やばい。よいしょ、やべ、遠い遠い遠い。当たってる。どういう状態、どういう状態。東京タワー登ってる。東京タワーなわけねえか。アメリカか。よし、マジでとんでもない体力ある。見たことねえもん、あんな色。あれ、あ、もう一丁吸い込まれた、食われた。ああ、うわパンチ入れた。えい、あ、これ最後のゲージじゃない。アトラクライナックス。オラオラオラ、よしよしよし、時も止めた。ピヨッタ、お仕置き。うよ、どこでしょう。マダムバタフライ出てきてる。なんか顔も見えてない、たまに。
超えただけ今のピオカクライマックス。おほほウィンクさんか。おクイーン、あれ全部いかなかったね今。いや、今度そいつ出てきちゃうんじゃないのか。大丈夫か。より強い悪魔がね。ゴモラだけおかしくなったってこと。なぜゆえ。じゃあ抜け殻だよもうそれ。シルバーね。それはルーメン。ルーメン賢者よ、仇を討ちたくはありませんか。私は君の仇を知っています。君の最愛の人の命を奪ったあの者。な、何。あれ、それはベヨネッタの口紅。すげえ変な服だよそれ。出た、ザ・ゲート・オブ・ヘルね。ただのバーじゃないっていう。死んだ魔女の魂は例外なく魔界に引きずり込まれる。そうなんだよね。そして正気となって魔界をさまよう、永遠に苦痛を味わいつつ。和服だよ。それが闇の住人と契約したものも起きてた。何の抗議。この店に魔界大学なんて看板出てたかしら。らしくないぜ。お前ほどの術者が召喚術をしきじることはまずない。何か裏があるはずだ。例えばこの世界を司る力に異変が起きたか。綺麗な死に顔だぜ。生きてる時はおっかねえやつだったが、こうなっちまうとやっぱりおっかねえな。まだ死んでないわ。魔女の死、それは魂が魔界の正気に溶け込んで完全に消滅した時だ。ああなるほどね。まだ引き込まれただけか。魔界へ引きずり込まれた魂を救う方法はない。なんだと。魔界への入り口、ゲイツオブヘル、ここじゃん。止めるつもりはないが、行ったところで無駄かもしれないぜ。さてこれで少しは肉体の崩壊を食い止められるはずだ。え、舞台は魔界ですか今回。外すぜ。アンブラの魔女の心臓、お前たち魔女が生きるために必要な魔導器だ。あ、そうなの。外せば肉体の崩壊は免れない。いや、じゃあつけとけよ。こいつがなければ魂を取り戻すこともでき。ああ、それは迷うね。結界の効果は24時間ってとこだ。あ、なるほどね。その酒漬けにして体は持つから持ってていいと。はあ、俺耳がおかしくなっちまったか。いや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 、そうじゃねえよ。おめえ何言ってるか分かってんのか。今日が何の日か知ってるか。クリスマスだ。ガキたちが俺のためにクッキーを焼いて待っててくれてるんだぜ。それにこのプレゼントも。プレゼントの配達よろしくね、サンタさん。おほ。さあ行きましょう。ローダー。冗談じゃねえよ。なんか変なんだよな。お前に関わるとろくなことがねえんで。おい、離せ離せ、離してくれ。もう頼む、お願い。ロダンかっけー。またサンタさんやんのね。はい、これでプロローグなのね。今のプロローグクリア。シルバー、あれあるかな、鉄砲、鉄砲撃つやつ。なんつったっけ、なんかミニゲーム。あ、ないか、ないんだ。ほえー、はい、ということで今回は
プロローグをクリアということでね。これなんて書いてる？レコーズオブタイム。レコーズオブタイム、プロローグ。で、次からチャプター1、起源の都、ノアトゥーンに行きましょう。多分魔界だろうね。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。